ウィキペディアに載ってたんですけど、めちゃめちゃ美人ですね。で、すごいちょっと幼い顔してるんで、僕よりもいくつ上だったかな、4つか5つくらい上の人なんで、もう今33歳くらいの人なんですけど、だいぶ、可愛い顔だったよね。まあ、ああいう人たちがね、40、50とかになってたら、やっぱり日本人の人、日本人のその、なんて言うんだろうな、人ってこう長く美しいっていう感じがするんだよね。もう当然めちゃくちゃ美人っていう人も日本人でいるけど、やっぱり長く美しい人たちっていうのもたくさんいるっていうのもまた事実で、芸能人仲間さんもそうだけど、やっぱ外国の人たちって、なんかね、衰えるのが早いっていう話はよく聞くよね。特になんかロシアなんかは、本当に40、50で、もう、なんか杖を持ったら、なんかいろいろ出しそうな、人目になるみたいな、こういう話とかね、聞いたりする。